藤原初期は嫌いなことってあるのか。白金、好きにつなげやすい嫌いというキーワードを藤原にパス。藤原初期の攻撃力は戦車級、戦力差は絶望的。まずい、脳殺どころかこれでは。あーん、おいしいでしょ。あ、今日はお弁当ですか。おいしそう。そうだろ、全部俺の手作りだ。いいな、一口分けてくださいよ。ん、別に構わんぞ。富宮が相手にするはずもなかろう。テントするつもりなんですか。あ、おーい、 ID もらっちゃった。どちらかというと山。あ、午後の授業始まっちゃいますね。はん、今日また放課後に。はん、あ、もし恋愛映画がお嫌いでしたら鳥取鳥之助のチケットもありますよ。ラブレター。ええ、誰がいいかな。まあ、夏が来たら考えるか。アリストテレス、そうですね。クレオパトラ。あ、ん、はあ、これうまいやつ。周知院学園、周知の事実、みんな憧れの生徒か。こうなったら藤原初期に決めてもらおう。私ですか。そうしましょう。ザク、さあ、これで私が会長の ID を聞く理由はなくなりました。どうぞそちらからお聞きになられてください。あ、夏になったら生徒会で旅行に行きましょう。藤原さん、友達だと思っていたのですけれどね。バカヤさんが誰かのものになっちゃうなんて。何かないか。時間なんてあっという間に過ぎるんです。うかうかしてたら何にもないまま卒業ですよ。今の話全部嘘だったんですか。嘘じゃないです、ブラフですよ。そうか、ブラフというのは真実の中に一つまみの嘘を交えるから力がある。だとしたら、あ、熱々のお味噌汁だ。弁当の米は冷えて固くなっていかんが、味噌汁と一緒にいただくと、あの疎外感を感じると言った藤原初期の言葉も、あの瞳も嘘か。どうんだよ。はぁ、やったー、会長にも勝った。必然的行動。行くの。それじゃあ関節機。お米がお口の中でほろほろほどけていきます。かぐやさん、何かいいことでもありました。ですか、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 ですか。あ、そうですね、私も去年のサイズ合わなくなっちゃって、新しいの買わなきゃ。やべえ、普通にチェケラって言うぞこいつ。よ、かぐやさんの NG ワードは何だと思うよ。せいえー、せいえー、しのみや。会長、ここは私から。かぐやさん、ここで言う初体験っての。さっき校長が生徒から没収したんだと。教育上良くない本だから処分しとけってさ。教育上良くない本？キーワードに俺っちがよく使う語尾を指定されてはたまらんよ。だから口調を変えているんだよ。残念だったな、め。違う！本当？かぐやさんは私のこと嫌いじゃない？もう好きですよ。どうだよ、怖いよ。
猫耳怖い。 NG ワードゲームです。 NG ワードゲーム。あー、これですか。会長が私の分も作ってくれたんですよ。1人分も2人分も変わらんからな。あーん、美味しいです。藤原さん、会長を取って差し上げましょう。あ、そうですね。簡単だな。はい、ドーン。藤原さんみたく可愛げのある人がするくらい良いのでしょう。何だ、美味しいでしょ。なんというか、はい、甘しですね。ズバリ言うならば、藤原初期に勝たせつつ。うわ、ですよね。あ、そんなこと言わずに、かぐやさんも。うお、なんじゃそれ。お、なんじゃそれ。藤原初期が言いそうなワードを書けばいいでした。どれどれ。悪いですが、 NG ワードはこんな風に書いて右側の人に渡します。の姿をした家畜、プライドがなく他人に依存することばかりに長けた寄生虫、胸ばかりに栄養がいっている脳から、なんておぞましい生き。いや、乱れてます。この国は乱れてます。なんだあの慌てよ。じゃあ準備はいいですか。セイホー、セイホー、セイホー。ああ、もう悪口に聞こえて仕方ない。藤原初期が飼っているペスだ。さあ帰りましょうか。そうです、みんなそんなにしてるはずありません。 34%。 あ、じゃあゲームで負けた人が行くっていうのはどうですか。暗殺者のような目を。はい、フランスは日本に次ぐコスプレ大国です。コスプレに言葉はいりません。あ、山は山でも恐れずに行きたいです。します。するとしたものをしちゃって、けどものの。藤原さん、ごめんなさい。私はあなたのことを誤解してました。あなたはちゃんと人よ。今までは何だと思ってたんですか。読んでる人がアンケートに答えてるから高いだけですよね。ああ、サンプルセレクションバイアスってやつだ。実際そんなに多くないはずだぞ。ですよね。そうですか。会長とかぐやさん、石神くんと初期の時間、ゴールデンメンバーと思いませんか。ふ、二人とももっとにっこり笑ってください。無理。ブンブンチブンチブンブンチ、ヨーヨー、早速スタートだよ。ブンチ。藤原初期、あの、まさかとは思うのですが、かぐやさんはその経験あるんですか。はい、だいぶ前に。シュキ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 セーセーゴー、うかうかしてたらすぐ卒業。シュキシュキドキドキフォージュンテラー、いつだって誰だって恋したら広い。で、メチ来てるんですか。二人とも喧嘩するならこれは募集です。ガンガンしていると思ってました。それな。死ねえよ、バカじゃねえの。家族ですもの。現に私は生まれたばかりの甥っ子としましたよ。みんなはそこもいいところって言ってくれるけどよ。でも恋バナとかするときに私を混ぜてくれないですよ。絶対地雷踏み抜くからで。ラボリバディコンティニューショーポネソンフォタレゼティブルマッシュドメスティック。お前フランス語話せたのか。はい、母が元外交官で、小さな団体の私も早く彼氏とか作った方がいいのかな。013、えつまりだな、お前の持ってきた時間はもともと篠宮と猫耳だけってことだ。怖いです。何が変なんですか。藤原さんだってペストしょっちゅうしてるでしょ。してんの。してませんよ。巻き込まないでください。力の限り輝くのだよ。チカッとチカッとチカチカ。白
らない間にみんなに迷惑かけているのかなって考えると悲しくて、それが嫌いなことですよ。まったく。ほら、かわいい。ああ、猫耳が藤原初期の頃に篠宮は折れたな。ですよね。あ、嫌いなことですか。そうですね。私、空気読めないってよく言われるんですよ。